加藤恵里は、日本の女優、元グラビアアイドル、元プロレスラー。静岡県出身。旧名は、若松恵里。プロレスラーとしては、エーリンのリングネームで、東京女子プロレスに所属していた。元サンスポアイドルリポーターさあご帰省。ニコニコ動画、踊ってみたないで、グループクラウンクラウンのメンバー、恵里ぴょんとしても活動。ラーメン屋でアルバイトをしながら、 グラビア活動を開始。2013年8月16日、ファーストムービー、ダイヤモンド若松エリがダウンロード専用で発売。2013年12月、東京女子プロレスに入団を発表。2014年より、事務所を辞めてフリーになったことに伴い芸名を、加藤エリに改名。2015年11月から2016年1月。 サンスポアイドルリポーターサーご期生オーディションに候補生として参加。2016年1月25日、サンスポアイドルリポーターサーご期生に選出され、正式加入。2016年5月28日、東京女子プロレスを退団。2016年6月11日、サンスポアイドルリポーターサーを脱退。2020年1月1日、 一般男性と結婚したこと、夫の事例で、同年5月にインドネシアに移住することをそれぞれツイッターで報告したが、新型コロナウイルスの影響により移住予定時期を同年12月に変更するとしている。エイリンに関するカテゴリー、若松ウェイリンに関するカテゴリー、ありがとうございます。